軽くはなります。結局は部品点数が少なくなりますので、まあ、余計な部品がない形になりますから、軽さは本当にあると思います。この中に入れていただくとこういう形になりますので、まあ、ここが特許構造でして、まあ、うちしか作れない。いろんなカラーリングを出していて、老眼鏡 の、 その樹脂製の色ではなくて金属のこう光沢感がある高級感なんていうか透き通った感じの色を出せているので、色も楽しんでいただいているのかなって。